ビルボード。ビルボードポッドキャスト MC の太田明宏です。このポッドキャストでは、ビルボードジャパンが毎週発表している週間チャートや、最近あった音楽ニュースをトピックスとしていますが、今回は、イレギュラーな回ということでですね、今まで、散々内部スタッフをゲストと称していろいろ呼んできましたが、初めて、会社の人間ではない外部って言っていいんですかね。ビルボードの人間ではない方が、ゲストとして、お招きをさせていただいております。それでは、自己紹介の方よろしくお願いいたします。はい、音楽評論家のなぎら光孝です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。で、もう一方、いつも生きたけというスタッフが一緒にいるんですけども、今回は違うビルボードのスタッフも一緒に、参加させていただきたいと思っております。それでは、お願いいたします。はい、ビルボードの佐藤と申します。よろしくお願いします。お願いいたします。というわけですね、まあ今回いろいろ。まあ、なぎらさんがジャズ・ザ・ニュー・チャプターという、ムック本ですよね。はい、が、出版されたということで、そのお話を聞けたらなというふうに思うんですが、まあ、今までなぎらさんとビルボードって、はい、まあ、いろいろ関係があったと思うんですけども、うん、僕も最初、なぎらさんのお名前を最初に知ったのはビルボードの記事だったんですけども、基本的にこの記事であったりだとか、コラムであったりだとか、インタビューであったりとかっていうので、うん、今までビルボードと関わってきたっていう感じになりますかね。そうですね。佐藤くんから原稿の依頼いただいて、ビルボードに来日公演するアーティストの、はい、まあ、解説というか、はいはい、プロモーション記事みたいのよく書いてるって感じですかね。うんうんうん、なるほど。僕は佐藤さんと言っていいかな。佐藤さんは、なぎらさんとはもう何年ぐらいになります？僕が入ってから、ちょくちょくお付き合いが始まったんで、多分5年ぐらいですかね。結構長いですね。出してちょっとしてから。多分その前に、僕が入る前に、別のクリス・デイブの記事とかで、多分うちの前のスタッフから話をして、ちょっとそこで多分、なぎらさん自身と、ビルボードとしての仕事の関わりはあったと思うんですけど、多分僕が入ってからは僕が一番やり取りするような感じですかね。そうですね。うん。一番最初にビルボードに記事を寄稿したっていうのは、いつか覚えていらっしゃいます？全然記憶ない。全然記憶ないです。マーク・ジュリアナかな、多分。2013年とかじゃないですかね、多分。マーク・ジュリアナってドラマーの記事で、デビッド・ボーイとやる前かな。うん、やる前っていうか、デビッド・ボーイがマリア・シュナイダーってやつと、コラボでアルバム出して、それになぜか、まあ、マーク・ジュリアナが入ってて、ぐらいの感じかな。わかんないけど、うん、全然記憶いないね。うん、その時のデビッド・ボーイってアルバム、何でしたっけ？ブラックスターでしたっけ、うん、の前の、の前でしたっけ、前哨戦的なシングルがあったんですよね。うん、うん、うん。ああ、なるほど。その頃僕多分ね、イタリアを旅行してた。何の自慢だよ。急に。いや、イタリア旅行してて、その地下鉄のエスカレーターにもう、デビッド・ボーイのポスターバーって並んでて、うん、出すんやって思って。あ、ブラックスターの頃。そう、だからあれを知ったのは僕はイタリアで知ったんですよ。でもね、その多分2年ぐらい前にシングルが出てるんですよね。そうそうそう。なんか、そう。で、アルバムはちょっと、そのすぐには出なくて、で、ポッドシングルだけ出てたから、その時は結構謎のリリースでしたよね。ベスト版が出て、それに一曲だけ新曲があって、はいはい、それがそういうジャズ系のコラボだったみたいな。わからなすぎて全然話題になってなかった。うん、そうですよね。まあ、だから今回のエピソードは基本的にはジャズに関するお話をしていくことになると思うんですけども、ね、はい、まあ、この聞いていらっしゃるリスナーの方がね、どういう方なのかっていうのはいまいちちょっと僕でも把握できないんですけども、ジャズって聞いて一番最初に思いつく音楽と、このジャズ・ザ・ニュー・チャプター6に載っている内容っていうのはちょっとズレがある方っていうのももしかしていらっしゃるとは思うんですね。うんうん、何分僕もジャズ・ザ・ニュー・チャプターを初めて手にしたのは4だったと思うんですけど、それまで僕全然ジャズに関してこういう人たちがロバート・グラスパーとカマシワ・シントは他の雑誌で聞いたことがあるみたいなぐらいの立ち位置で、ジャズって言われて最初に思い浮かぶのはテイクファイブとかフライ・ミー・トゥ・ザ・ムーンとか、そういう最初コンボとかビッグバンドで始まって、で途中でソロが入って、なんかサックスなりなんなりのソロがバーって入って、また一緒になってバーってやって終わるっていう、僕の軽音楽部、大学時代の軽音楽部はそんなことをやってたので、なるほど、ジャズってこんな感じなんやと思って。暗いとこでスーツ着た人がね。全くその通りです。だったので、だから僕も本当最初ロワード・グラスパーとかカマシワ・シンとかジャズというジャンル、まあ、他のジャンルも横断はしてると思いますけど、そういうくくりで捉えられているところには最初違和感があったっていうのは正直なところなんですね。うん、で、それ、ちょっと
皆さんが聞いている方が違和感を覚えるような最初思うかもしれないですけども、これが今2020年になりましたけども、現在進行形で進んでいるジャズの話なんだというふうに捉えていただけたらいいかなというふうに思ってますけど、こういう立ち位置で大丈夫なんですかね。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。というわけでですね、今回何度も言っておりますが、ジャズニューチャプター6が出版されて、もういる、結構もうこれ書店でお買い求めできるんですかね。はい。なるほど。6っていうわけですけども、まあ、6なので、もう今まで1、2、3、4、5出してると思うんですけど、はい、最初出したのが2014年でしたよね。うん、で、その2014年に最初、ジャズ・ザ・ニューチャプターを出版するにあたって、最初、こういうムック本を作りたいって思った経緯っていうか、理由っていうか、そういうのを、ただ、この2014年の音楽事情みたいなのと絡めてなんかお聞きできたらなと思うんですけども。なるほど。ロバート・グラスパーが2011年かなだ、はい、ブラック・レディオっていうアルバムを出すんですけど、はいはいはい、で、多分2013年とかにその2を出すんですけど、うんうんうん、僕多分ね、2010年ぐらいにビルボードでグラスパーの取材してるんですよ。で、多分ずっとビルボードで来日してたはず。まあ、そうですね。で、他の会場の時も多分あるけど、最初。あるけど、うんうん、その頃は多分そうで、こう、まあ、なんかその、ビルボード東京の楽屋で取材をしてて、はい、で、まあ当時は、ジャズ聴いてる人はみんな知ってたんだけど、ロバート・グラスパーのこと。はいはい、でも、ジャズ以外のリスナーの人は全然知らなくて、うんうんうん、だからなんか、ビルボード来日してて、まあそれなりにこう、ジャズ好きな人で、埋まってるけど、そんなにすごい人気ってほどでもないっていう感じで、はい、まあ別に、俺の周りでも誰って感じだったんだけど、はい、まあそういうのの、取材を結構いろいろやったりし、原稿書いたりしてたんで、はい、その中で、クロスビートっていうロック雑誌があって、あ、はいはい、クロスビートでジャズ特集をやりたいみたいな話になって、でまあそれきっかけはグラスパーとか、はい、あと、ブルーノートの社長がドンモズってロックのプロデューサーになったので、はいはいはい、それで、だったらロック雑誌やってもいいかなみたいになって、でちょうど、多分コステロとザ・ルーツのコラボとか出てて、うんうんうん、まあいかにもロックっぽいさ、人が好きそうな、はい、あと多分ね、バン・モリソンじゃないけど、なんかまあそういう系のものも出ていて、ブルーノートから、うんうんな、そういうのもあって、そういうのをやったら、反響が良くて、へぇ、うん、で、まあそういう本ないから作ってみませんかみたいな話になり、うん、それで作ったのが2013年後半って感じ。なるほど。で、14年に出したって感じです。なるほど。クロスビートって、僕のイメージがだいぶ、僕、クロスビートは多分2010年でイメージがストップしてるんですけど、うん、それ以降、なんか雑誌のノリっていうか、そういうの変わってました。変わってないよ。変わってなかったです。雑誌っていう印象まあ、海外のロック中心って感じで、ただ、まあ、ジャンルがいろいろ混ざってて、取り上げるものの幅はいろいろ増えてて、っていう感じで、ローエンドセオリーっていう、イベントが LA にあってやってたんですけど、それはフライングロータスとかが、そこで、こう、有名になったイベントで、LA のビートミュージックの中ででかいイベントだったんだけど、それの日本版っていうのが多分2、3回、日本で行われてて、なんかそういうのについても、クロスビート載せてて、で、僕それ毎回行ってたから、それのレポート書いたりしてて、だから、ジャズの記事は作ってないけど、そういうジャズの、まあ、僕が紹介してるようなジャズの隣にあるようなものは結構クロスビートが紹介してて、僕も書いてて、みたいなことはあったかな。おー、なるほど。あ、ジャズの隣。なるほど。うん、僕今27歳なんですけど、高校生の時、2009年とか10年で、海外の音楽を知りたいと。で、これを雑誌から手に入れようと思ったら、もう僕の中では、もう、近所の本屋にあるのは、そのクロスビーとか、ロッキーオンかスヌーザーなんですね。うん、この3つしかないんですね。うん、で、おのおの誰、どれを雑誌を取るか、手に取るかっていう話になるんですけど、うんうん、確かにフライングロータスも、確かその時に、コスモグラマーでしたっけね、がリリースされてた。その頃は2011年とか。2011でしたっけ、うん、2008年ぐらいは、確か。あれ、2008年か7年にロサンジェルスじゃ、うん。あ、ロサンジェルスか、うんうんうん。多分ワープから最初に出したあそうって感じだと思う。で、まあワープから出すと割とそういう洋楽メディアには乗るかなって感じ。そう、なんか結構いろんなメディアが取り上げてるなってイメージはありました、ね。トム・ヨークとかも出てましたもんね、ロバート・セオリーね。そうそう、トム・ヨーク絡んでたもんね。うん、それが結構でかかったかも。フライングロータスいつからブレインフィーダー
ブレインフィーダー始めたのは多分2000年代後半ぐらいじゃないかな。なんか同じぐらいの時期、多分並行して自分のリリースはワープから出してるけど、そのレーベルとしてはそうレーベルとしてもブレインフィーダー走らせてるみたいな感じだったと思う。うんうんうん、ああ、なるほど。うん。いや、この聞いてるリスナーの方も多分さっき僕はロバート・グラスパーとカマシン・ワシントンが知ってるぐらいの話と同じようなことがフライング・ロータスに言えるとは思うんですよね。なんか、例えば去年だと、あの、星野源が NHK でやってる番組がね、あって、あの、高畑充希とかが出てる、おげんさんと一緒っていう番組で、松重豊さんが、なんかスナックみたいなところで、なんか松井豊さんと星野源さんが話すみたいなシーンがあって、そこでなんかブレインフィーダーの話が。ルイス・コールとか、ね。ルイス・コールとかがね、出てたんで、ルイス・コールも取り上げ、そうですね。インタビューの中でもルイス・コールの名前も出てきますよね、うん、このジャズ・ニューチャプター、うん。だからそういうふうに断片的に知ってる方っていうのはいらっしゃると思いますけども。うんうん、そのフライング・ロータスだったり、そのルイス・コールも今名前出ましたけど、これをジャズというふうに捉えるっていうのは、一体どっから入っていったら、ジャズって捉えれるんですか？なんか僕は最初、ジャズじゃなくて、こういうビートメーカーがとか、トラックメーカーとかいるっていう認識だったんですけど、どういう視点を持つとジャズというふうに捉えれるのかなっていうのは、すごい今一番気になっているところなんですけど。多分、ロバート・グラスパーとかクリス・デイブとかをビルボード東京呼んでるじゃない、うん、で、それって、ジャズっていうよりは、まあアメリカのジャンルのカテゴリーで言うと、アーバンミュージックみたいな感じでしょ、うん、多分。だから、R&B とか、はい、スムースジャズとか、はい、まあ、あとなんだろうね。うん、まあそういうものの周り、まあ、はい、ソウルとかファンクとか、はいで。っていう感じだと思うけど、ただ、なんか、ロバート・グラスパーの音楽も R&B とかヒップホップの要素もあるんだけど、うんはい、やってるのはジャズミュージシャンで、うん、あ、プレイヤーがジャズミュージシャン。そうで、その人たちが、他のジャンルっぽい音楽やってるんだけど、はい、やってる演奏のディテールとか、その作法自体は、ジャズっていうのが、グラスパーとか、まあ、例えばサンダーキャットとか、そういう人たちは割とそうで、はいはいはい、一方でフライングロータスとかは、その人も結構されたんだけど、昔から、よくされるんだけど、はい、ジャズじゃないじゃん、コスモグランマとか。なんだけど、打ち込みで作ってる音楽で、はいはい、ジャズミュージシャンが入ってて、結構生演奏をしていて、うん、それをレコーディングしたものを、フライングロータスが、あの、プログラミングに混ぜて、曲にしてるんですね。はいうんうんうん、だから、僕が最初興味あったのは、はい、フライングロータスがジャズなのかどうかは別にして、はい、フライングロータスの音楽の中で、ジャズミュージシャンが何をやっているのかと、あの、なぜジャズミュージシャンを入れているのか、うん、フライングロータスが、うんうんうん、っていうことにすごく関心があって、って感じですかね。なるほど、なるほど。なんか、そういうものの多分先駆的なアルバムだと、はい、あの、トライブ・コールド・クエストの、はいはいはい、ローエンド・セオリーってアルバムで、はいはいはい、ロン・カーターっていうジャズ・ベーシストが弾いてる曲があるんですけど、はいはい、まあなんか、それも、本当はどっかのレコードからいろんなパーツを取ってきて、それをループさせたり組み合わせたりして曲を作るのがヒップホップの作法なんだけど、はい、そうじゃなくて実際にミュージシャン呼んで演奏させたトラック、あ、演奏させたものとその打ち込みで作った、サンプリングで作ったものを混ぜるみたいな。なんか何を考えてジャズミュージシャンわざわざ呼んでそんなことをやったのかとか、まあそういうことに昔から興味あったんで。はいはいはい。それはあの、ブライング・ロータスについては、まず先にこのビートミュージック的なフライングロータスへの関心があったところにジャズの話がジャズの要素があるぞって気づいた感じなんですか、それとももう聞いた時からこれはなんかジャズの影響があるなっていう感じで見てたんですか。うーん、あ、でも普通に好きだったよ。ラスジーとか好きだったから、はい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 、ラスジーっていうあのそのフライングロータス周りのビートミュージックって呼ばれるシーンのパイオニアみたいな人がいるんですけど、はいはい、でもその人とかも全然ジャズじゃないんだけど、うんうんうん、まあ、ラスってつけるぐらいだから割とレゲエっぽいファッションなのね。の人なんだけど、あの、すげえサンラーっていうジャズミュージシャンの話とかをめちゃくちゃするのね。で、その LA のビートミュージックの周りの人たちが、ジャズやってるわけじゃないんだけど、ジャズの話をものすごいするんですよ。で、フライングロータスも自分のおばのアリス・コールトレーンの名前をすごく出すし、なんかそういうところから、普通に好きで聞いたらそういう話いっぱい入ってくるから、うんうんうん、で結構自然発生的にこうジャズのトピックみたいなものがシーンの中に増えていったなみたいな。そうね、うん、でやって思っていたら2011年にオースティン・ペラルタっていうジャズピアニストがいて、はいはい、それの思いっきりジャズのアルバムがブレインフィーダーから出たんですよ。うーん、で同じ年にサンダーキャットのファーストが
あの、ブレインフィーダーが出て、はい、それも、まあ、ビートミュージックとか、テクノとかディープハウスっぽい感じなんだけど、はい、思いっきり生演奏いっぱい入ってて、うん、サンダーキャットベース弾きまくってて、うん、フュージョンみたいな感じもあって、なんかそういうものが2011年に出て、みんな、やっぱジャズ関係あるんじゃねみたいな空気があったのもでかかったですね。うん、おー、なるほど。ジャズっていうより、ジャズプレイヤーが、演奏に参加してる、そしてジャズプレイヤーを呼ぶっていう、まあ、これケンドリック・ラマーでもあったことだと思うんですけど、うんうん、じゃあこういう話をしていくと、じゃあジャズプレイヤーとは何者なのかみたいな話にはなってくると思うんですね。うんうん、ジャズはジャズプレイヤーが参、ジャズ、新しい言葉が必要ですね。じゃあジャズプレイヤーとは何ぞやみたいな話を間違いなく出てくると思うんですけど、ジャズプレイヤーとは一体何者なんだっていう、のってなんかあります？ちょっとあまりにもざっくりした話しすぎて。ジャズプレイヤーの定義とはってことだよね。定義って。つまりジャズを演奏してるわけではないけども、ジャズプレイヤーだっていうことですもんね、ある意味。まあそうね。うん、まあでも、ジャズが演奏できる人だよね。ジャズミュージシャンって。はい、だから例えば、はい、さっきおっしゃったみたいにテイクファイブとか、はい、例えば、カレハとか、うん、オールシングスユアとか、スマイルとか、スタンダードいっぱいあるじゃないですか。はい、スタンダードっていうか、定番曲と言われてるものがいっぱいあるんだけど、はい、例えば、そういう曲を当たり前に知っていて、はい、で、セッションでテーマ吹いて、はい、テーマやって、で、誰かがアドリブをやって、はい、アドリブ回して、はい、またテーマに戻ってみたいな、はいはいはい、そういうパターンの演奏形式の中で演奏できる人がジャズミュージシャンなんじゃないですかね、多分。なるほど、なるほど。多分、普通のミュージシャンがいきなりそこに放り込まれても、その作法で演奏できないと思うから。だから今皆さんがイメージするであろう、あの、オーセンティックな、あの、ジャズって言われるものは、うん、はできるけども、まあ、それとは違うジャンルだったり、ビートミュージックだったり、そういうのにも参加して、その技術を使いつつ、うん、でも、これとはまた違う技術が必要になったりとかするんですかね。演奏技術というか。まあ、違う技術だけど、多分その、ジャズ自体も、どんどん変わってて、うんうんうん、演奏技術がどんどん高まってたり、はいはい、あの、音楽理論とかどんどん高度になってるので、うんうん、それを応用して、はい、他のジャンルで演奏するみたいなことができるのが、うんうんうん、多分最近のミュージシャン。ああ、なるほど。なのかな。だか結構、はい、あの、例えば最近のサンダーキャットとかって、うん、ジャズじゃねえじゃんって感じするじゃん。歌物でポップだし、うんうん、次に出るアルバムとかも、はい、完全に歌物のポップのアルバムなので、はいはいはい、で、一個前のドランクも結構バラバラな曲調、いろんなのが入ってたけど、そうですね、はい、一方でまあ一部にはすごい、バリバリに弾きまくってる曲とかもいっぱい入ってたじゃないですか。はい。ただ、なんか、あの、で、新作は、まあ、そうじゃなくなっちゃったんだけど、でも、結構、そういうジャズ系のミュージシャンがいっぱい入ってるし、はい。インタビューでそういう話をすると、やっぱすげえ喜ぶんだよね。で、それについて話したいことがいっぱいあるっていう。うん、うん。そうですね。僕もサンダーキャットの前のそのアルバムドランク聞いた時もさ、中にはなんか、あまりにも変態的な、どういうテクを使ってそれを演奏してんだって思ってしまう時は何度もありましたけど、うん、なんかテクニック自体が非常に能力っていうか、すごい高いそうだなって思いましたね。うん。で、サンダーキャットもすごい勉強してる感じがする。すると、うんうん。だから、今のトレンドみたいなものをすごく取り入れてるし、はい、そういうものもいっぱい聞いてるんだけど、うん、全然関係ない、本当にたまたまなんだけど、はいはい、ニューチャプター6でサンダーキャットが、最近よく聞いてるもので、はいはい、デイナ・スティーブンスっていう名前を挙げて、はいはい、その人のインタビューをこの本でもやってるんですけど、うんうんうん、今のサンダーキャットの音楽とほぼ関係ないと言ってもいい。あの、いわゆる今の、まあオーソドックスとは言わないけど、うん、ジャズのトップのサックス奏者の一人って感じなんだけど、はい、例えばそういう全然違う音楽でも多分ジャズの新しいものみたいのをずっと研究してるんだなって感じがしたし、80年代のフュージョンのビッグネームの名前とか喜んで出して、はいはいはい、それについて喜んで喋ってるから、はい、ジャズの歴史みたいなものにもすごくリスペクトがある。だなって感じがします。なるほど。それはサンダーキャットに限った話じゃなく、他のそのジャズプレイヤーの人たちも、やっぱ皆さん勉強熱心なんですかね。そうですね。なんかここ、ジャズ・ニューチャプター6に出てくるアーティストさんのインタビューとか読んでても、すごいなんか勉強してるイメージっていうのがすごいあるんですけど。うんうん、なんか、ロバート・グラスパーとかでさえ、はい。
ヒップホップっぽいイメージあるけど、うんうんうん、去年かな、ブルーノートニューヨークで、1ヶ月レジデンシーやってて、はい、もう1ヶ月ロワートグラスパーしか出ないみたいな。まあ、しかっていうか、で、いろんなコラボレーションみたいな。で、この日は、モスデフが出ますとか、はい、アンダーソンパークがゲストで来ますとか、いろいろあるんだけど、うんうん、その中で、マルギリューミラーっていう、80年代、90年代に結構活躍してた、はい、いわゆるトラディショナルな、ジャズシーンのトップピアニストの、オマージュライブみたいなのをやってて、うん、で、なんかツイッターとかで、マルグリューのあの曲の譜面が欲しいんだけど、誰か持ってねえかみたいな、書いてたりして、はいはいはい、まあ、グラスパーずっとマルグリューリスペクトしてて、多分定期的にそういう研究っていうかリサーチみたいなのしてるんだと思うんだけど、うん、そういうことを日々考えてるような人のことをジャズミュージシャンって言う気がする。ああ、なるほど。そうかそうか、うん。ジャズってすごい、まあ、この本でもコラムとかでもいろんな形でも出てきますけど、このジャズミュージシャンのを育てる、教育する、そういう学校が、うん、ちゃんと用意されていたりだとか、うん、あと、その、セミナーって言ったらあれだな、なんか無料で、なんか講師が教えてくれますよみたいなのが、ね、すごい充実してる印象が。ワークショップとかね。ワークショップがすごい充実してる。キャンプとかね。イメージがあって、そう、なんか、これジャズじゃなかったと思いますけど、なんか、ああいうの思い出します。ブエノスアイレス、アルゼンチンの、ブエノスアイレスでもなんかに、ジャズっていうシーンもあったと思うんですけど、その、ブエノスアイレス周辺のその、若いアーティストと、アート学校と、その現地のアーティストさんが、そうやって、ワークショップであったりとか、講座を無料でやるっていうのを、すごい真剣にやってて、今すごい盛り上がりがあるみたいな、雑誌の記事を読んだんですけど、と思って、ミュージックマガジンだったと思います。でもなんかそういう、まあ普通にそういうのを普通に僕は羨ましいと思って見て、なんかすごいね、裾野が広がって、広がったがゆえに天才もどんどん出てくるみたいな、そういうイメージがあるんですけど、やっぱりそのジャズにおける教育っていうのはすごい重要し、他のジャンルよりはるかに重要視されている感じがするんですけど、それは歴史的にこういうものなんですかね。そうですね。いや、そういうわけでもない。ジャズは、アメリカにとってとても重要な音楽なので、というか、アメリカが生んだオリジナルのカルチャー。アメリカって、白人がアメリカ大陸行って、はい、勝手に作った国じゃないですか。まあ、はい、はい。で、ネイティブアメリカンとか、ね、追い出して、はい、で、黒人奴隷連れてきて、みたいな。はいはい、だから歴史が浅いんですね。だから、他のいわゆる大国っていうかさ、あと、比べてみるとわかるんだけど、フランスとかイギリスに比べると圧倒的に歴史がないんですよ。うんうんうん、まだな、数百年しかなくて。で、スペインでもロシアでもそう、中国でもそうだけど、うん、やっぱ何千年の歴史があるところに、うん、その歴史を新しく作り始めてやってる国なので、うんうんうん、はい、その中から生まれたオリジナルのカルチャーってすごく少ないんですね。うんうんうん、オリジナルのまあ歴史的な。なるほど。それの多分数少ないものの一つがジャズ。で、ヒップホップが多分今その次。あ、そうですね、うんうん。になってるので、国としても非常に重要なカルチャーなので、その、はい、で、その、歴史が短いからこそ、それを残さなきゃいけないし、うんうんうん、だある種の伝統芸能でもあるっていう側面があって、プレイヤーの中にその伝承していかないといけないという意識が、ちゃんとあるっていう、うん。そうですね。うんうん、そうそう。だから、そういう意味でも、多分アメリカは結構特殊なんだけど、うんうんうん、まあ一方でその特殊さがすごくいい方に働いているのが、はい、まあ今のジャズの教育にも多分つながっていて、うんうんうん、あとはなんか普通にこう、植民地支配とかの話ともつながるけど、はい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 、どっか出ていくときに文化的にもそういう自分の文化をそこに定着させて支配するみたいな話があるわけじゃないですか。はい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 、で、そうやって結構世界中にジャズを広めてきたので、うんうんうん、例えばデイブ・ブルーベックもそうだし、テイクファイブの、うん、あとデューケ・エリントンもそうだけど、うん、戦後世界中に行って演奏してんすよ。へー、それはアジアとかもそうだし、うんうんうん、南米とか、はい。で、それはそういう、なんか文化的な支配みたいな話も繋がってくるけど、はい、っていうのもあって、その、ジャズっていうその、アメリカの歴史的な文化のフォーマットを研究して共有可能なものにして、うん、それを輸出していくっていうこともずっとやってきたので、うんうんうん、だから、共有可能なものなので、世界中でこう、シェアされて、そのまま広まって、はいはい、どこの国でもジャズが演奏されてるみたいな状況が今あって、うんうん、みたいなことがあって、うんうん、そうそう、だから、
研究も教育も、すごくこう、国が重要なこととしてずっとやってきたもの。うんうんうん。ああ、なのもでかいですね。やってきたし、今もやってる。うん、ちゃんと国が推し進めてる、うん。そうそう。ですね。なるほど、なるほど。いや、もう本当そうですよね。さっき僕、大学時代の軽音でジャズの集団があったって言ったんですけど、うん、いや、本当思い出して。最初、ジャズ、僕はジャズじゃなかったんですけど、ジャズをやりたいって言って入ってきた人は、必ず、ビッグバンドに入るんですね。うん、っていう決まりがあるんです。うん、んで、1年経って2年目以降で、その中に上手いと見なされた人は、もう一つのビッグバンドがあって、そこでもやるようになるんですよ。なるほど。はい。で、そのビッグバンドの名前が、ダークブルーニューサウンズオーケストラっていうんですよ。で、デューク・エリントンの楽曲しかやらないっていう、ビッグバンドがあったんですよ、うちの大学には。いや、もう、デューク・エリントンの名前が来た時、僕ちょっと稲妻が走ったんですけど、なるほどって今は、あ、今でもやってるって思ってね。確かに。そうそう、でも、どう解釈するかみたいな、うんうんうん、芸でもあるから、うんうんうん、その落語の古典を、うん、はいはいはい、そうそう、どう解釈して今でも笑わせるかみたいな話と一緒で、うんうん、だからなんか昔の曲を必ずやるっていう、はい、うん、そういう時空を超えたゲームみたいなものでもあるから、なんかそのゲームをみんなやってるっていう部分もあるよね。なんか結構他のジャンルと違うって生きるのはあれだけど、はい、その今売れるとか評価されるっていうことだけじゃなくて、はい、そういう100年前の録音とかも含めて、はい、こう同じ何かをシェアしてるゲームをみんなやり続けてるんですよ。ああ、なるほど。そういう面白さはあるんだと思う。確かにこのジャズニューチャプター6のフライングロータスのインタビューが2つ載ってますけど。二つ目の方、後半に乗ってるフライングロータス、うん。真面目な話してるやつね。そうそう。のいい話、ところにもう似たようなことが、ていうかもう同じようなことを。タイムレスだみたいな話、ね。そう、タイムレスだっていうのは話をされていましたね。うん。ジャズが、そういう国策、ある種の国策的な側面も含めて、エスタブリッシュメントされたのって、どれぐらいのタイミングになるんですか？どれぐらいだろうね。少なくとも、まあ、そんなにね。例えばさ、コールドウォーっていう去年かな、はい、公開された映画があるんだけど、うん、それは冷戦描いてて、うん、冷戦をポーランド側から描いてるんですね、はい。つまりポーランドなので社会主義側ですよね。うんうんうん、で、共産主義と資本主義の対立じゃないですか。はいはい、その時にアメリカはまあ資本主義のトップじゃないですか。はい、で、その資本主義の象徴的なある種のシンボルとしてジャズっていうのが出てくるんですよ。で、ジャズってだからアメリカのそういうシンボリックな何かだったんで、例えば日本とアメリカが戦争してる時って、はい、あれ敵の音楽なので聞いちゃダメな音楽だったわけですね。で、なんだっけな、日本でジャズをやってる人は戦前からいたんだけど、はい、ジャズとみなされると捕まったりするので、うん、どういう要素がなくなったらジャズじゃなくていいかっていうギリギリのラインをみんなこう、探りながら演奏していたみたいな話とかがあるんですね。はいはいはい、そういうことを研究してる人いっぱいいるんで、はい、で、つまりなんかアメリカの象徴なんですよ。で、多分それが、思いっきり政治的に使われるようになったのは、多分、ジャズ自体がかなり大きいビジネスになってからだと思うから、50年代とかじゃないからです。うんうん、多分戦後、うんうんうん、な気がする。戦中戦後を通してアメリカを象徴する音楽として、世界的に影響力を増していったっていうプロセスと、うん、こう同時並行的にっていうことなんですかね。そうですね。だからそう、資本主義がどんどん広がって、でって、そのアメリカの文化が世界中に出てった時に、そういう映画とか、ミュージカルとかいろんなものとくっついてジャズが、確かに。そうそう、広まって出てったのもあるし、それを、利用したっていうか、ところもあると思う。単純な興味ですけど、対して共産主義のシンボルとして何が出てくるのかなって、今、うっすら思ってます。もうジャズから離れますけど。なんだろうね。ね。資本主義の、アメリカ資本主義の象徴がジャズやとしたら、ポーランド共産主義の象徴って何やろって今、まあ、クラシックとかじゃない？クラシックとかじゃない？そうそう、ロシアの、ロシア系のクラシックじゃないですか。ロシア系のクラシック。ストラビンスキーとか。ストラビンスキーとか。なんかラフマニノフとか、ああいう、はいはいはい、東欧系の、ああ、そうね。とかじゃないですかね、多分。なるほど、僕は。じゃあ僕はそっちの方が好きかもしれない。だからサラビンスキーとかはね、ジャズミュージシャンにも大いに影響を与えてますもんね。てか亡命してアメリカ行っ
そうですね。るでしょ、多分。うん、うん。とか、あとはだから、とはいつもポーランドとかロシアにもジャズやりたい人はいるわけですよ、はい。まあそうですよね。そうですよね。そういう人はすごく特殊な、はい、なんかかなり現代音楽めいたジャズをやっていたり、はいはいはい、多分ギリギリこう捕まんない、怒られない程度の、あの、何かをやってたり、みたいのもあったりして、うんうんうん、結構その、ジャズがどの国でどういう風に演奏されてきたのかを見ると、すごく面白かったりする。あとはね、共産主義って基本的に、民衆の歌みたいなものをすごく強調するんですよ。はいはい、おー、はい。で、あの、なので、あの、そのフォルクローレっていうか、民謡みたいなものが すごく、あの、大事にされたりはする。民謡。まあ民謡っていうか、まあ、フォークソング。フォークソング。うん、おー、なるほど。まあ、なんだろう。南米だったら、ポール&サイモンがやってた、コンドルが飛んでいくみたいなやつとか、わかんないけど、うん、ああいうものとか。民衆を上げるための音楽ではないですよね、民謡って。そうね。あの、うん、共産主義上げなくていい。上げなくていいですからね。そうそう。うん、あの、みんな穏やかにこう、うん、ね。はいはいはい、コントロールされてる方がいいので、はい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 、で国を愛してくれる方がいいので、うんうんうん、すげえよくわかんない話してる。でもまあジャズはだから結構遡るとそういうアメリカが何をやってきたのかとすごくつながるので、うん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 、なるほど。あの、そういう意味では多分ジャズを掘り下げるっていうことと、アメリカの音楽っていうのが何なのかみたいなことはすごく、はい、あの直線的につながっていて、はい。で、多分ヒップホップもそうなんだと思う。いや、そうだと思います。で、例えばヨーロッパでやられてるジャズとか、日本でやられてるジャズを調べても、はい、最終的にはそことアメリカの関係みたいなものに必ず還元されるっていうか、うんうんうん、ので、結局アメリカを考えることになっちゃうって感じで、最近はなんかそういう、アメリカってなんだろうみたいな問いが、いろんなとこに含まれてる本になってしまっているみたいなのはあるね。あ、そうなんですよ。今日の収録に向けて、はい、あの1から6の目次を全部1回リストアップして、で、そこにこう、どんなミュージシャンが登場しているかみたいなのを調べていったんですよ。で、これあれかな、富田さんが言ってたのかもしれないですけど、うん、ジャズリーチャプターって、まあ、その時に、まあ、改めてなんですけど、3の時にテラス・マーティンに取材してるじゃないですか。うん、で、今回6でシャソールに取材してるじゃないですか。で、テラスは、当時だとケンドリック・ラマーか。で、シャソールはソランジュ。のアルバムで、要はその年、まあ、いわゆる音楽好きの日本のイスラ含め音楽好きの人たちが一番気にしてたアルバムに関わってる人に、ちょっと早いタイミング、他の媒体よりも早いタイミングで取材してるなっていうのを思ったんですよ。ね、もしかすると、原稿の直接別にソランジュやケンドリック・ラーマンが当然出てくるわけじゃないんですけど、原稿のアメリカの一番尖った音楽の関係者に、一番取材してる本かもって思った。そう、ね、ここ何年かでは。とりあえず、いろんな人にケンドリック・ラマーの話を聞くっていうのを、あの、うまくやってるよね。あの後は結構だから集大成的な動きがあるんですよね。そのやり方、ね、の意味では3は、うん、そのケンドリック・ラマーの、トゥーピンパバタフライか、2の関係者をあれだけ集めた、うん、あの、特集とかね、記事とか、そんなにはないから。そうね。ちなみにサンダーキャットに断られたんだけどね。本人に聞けっつって。俺が喋ることじゃねえとか、うん。そうそうそう。それはね、だからそう、まさにアメリカの、だジャズというよりも、アメリカの音楽っていうものについての参考資料っていう感じもあるかな、ね、向きもあるかなと思いましたね。うん、多分、ケンドリック・ラマーに考えることって、ついて考えることって結構でかい話で、うんうん、まあもちろんラップと、はい、あの、ヒップホップとブラックカルチャーとジャズみたいなものもあるけど、はいはい、一方で多分そのアメリカの黒人のミュージシャンが音楽っていうフォーマットの中で、どういう表現をしてきて、どういうふうに評価されたかっていう話でもあって、うん、例えばピューリッツァー賞とか考えると、うんうん、ボブ・ディランとかさ、うん、と並んで、あの、ウィントン・マルサリスがいて、ケンドリック・ラマーがいるわけですよね。うんうんうん、で、多分その、ウィントンとかケンドリック・ラマーがやってることには、ある種のつながりがあって、はい、みたいなことを考えると、その、アメリカの中でマイノリティがどう扱われてきたかっていう、うんうん、多分、歴史をどうあの、音楽っていうフォーマットの中でやったのかっていう感じだと思うから、そうそう、そういうことを考えると結構でかい話になるから、結構いろんなことを書けるよね。確かに。そうそう。で、ウィントンとか、はい、なんか、
ケンドリック・ラマーって意外と黒人の権利だけを主張してるわけじゃないじゃん。うんうんうん、ああ、はいはいはい。そうですね。確かに。うん。なんか、もうちょっと大きいさ、リベラルさがあるじゃないですか。うんうんうん、で、言葉遣いも結構慎重だし。はい。一方で、なんか、それがそういう、ブラック・ライブズ・マターのテーマ曲になったりみたいな、はい、オール・ライトがみたいなのあるけど、はい、で、そのリベラルさみたいなものが大事っていうのはすごいあって、それはね、ウィントンもそうで、ウィントンが、フィリッツァー賞を取ったブラッド・オブ・なんとかっていう3枚組の壮大な組曲があるんですけど、はい、音楽的にもすごい高度で、はい、ある種のクラシック音楽的な、非常に洗練されたオーケストレーションないし作曲と、すごくテーマがあって、それに沿った、ストーリーがあって、はい、その中で、ネイティブアメリカンがどう扱われてきたかみたいな、話から確か始まる。はい、なるほど。だから、黒人なんだけど、アメリカのマイノリティ全般の扱われ方っていう。で、なるほど。まあ、彼はニューオーリンズ出身だっていうのもあって、はい、その、カリビアンの、あの辺ってね、そうですね。ヒスパニックとか多いじゃないですか。そうですね。はい。スペイン語圏の人が。はい、まあそういうテーマを盛り込んであったりして、っていうことも含めて、そうそう、そういうことを考えると、面白くなる。はい、あで、そのテーマを思いっきりビヨンセの紅茶らと繋がる話だから、とかね。まあビヨンセはもうちょっとブラック側だけど。ああ、なるほど。そう、マイノリティ全般かと、ヒスパニックも、そのカリブの人たちも、黒人も、アフリカにルーツを持った人たち、もうすべて、マイノリティとして。そうそう。なるほど、なるほど。なんか、6の時にチャールズ・ロイドっていうじいさんが、インタビューで、まあ、ネイティブアメリカンなんですよ。はい、街が入ってて、はい、でも、アジアも入ってるらしいの。はい、で、黒人も入ってて、はいはいはい、っていう、まあ、アメリカを、いかにもアメリカっぽい人じゃん。なるほど、確かに。で、そのネイティブアメリカン的な文化って、はい、こう、なんか、受けてましたかっていうか、はい、自分の割にありましたかみたいな話をすると、はいはい、で、そういうアイデンティティありますかっていうと、うん、まあ、それは、そんなないっていうの。で、それは、昔は、もう、白人とその他だっていう。で、その他のことを、黒人って言ってたから。ああ、なるほど。そうそう。だから、俺たちはブラックだったんだっていう。いろいろ混ざってるけど、俺はブラックって言われたし、あの頃お前がいたら、お前もブラックだって言われて、すげえ笑えねえこと言うな、みたいな。だから、白人は昔はレシストだったんだよ、みたいな話なんだけど、そういう話とかがなんか、いろいろ考えると繋がってくるから面白い。なるほど。すいませんね、ちょっと引っ越しの音が。バンバン。どうぞどうぞ。もうテープがビリビリとか、ゴミ袋がくしゃくしゃみたいな音が聞いて申し訳ない。非常に申し訳ないんですけど。でも、今ずっとアメリカの話しましたけど、例えばイギリスとか、まあ同じ英語圏ということで、今イギリスを出しましたけど、そのイギリス、ユナイテッドキングダムにおけるそのジャズっていうのは、何年か前に、そのね、何年か前にサウスロンドンのなんか、アーティストシーンの中にジャズがあって、うんうん、かんぬみたいな話が結構話題になってた時期もあったと思うんですけど、今のその、イギリス、まあロンドンであったり、まあマンチェスターなのかどうかわからないですけど、そういうところに、で、ちょっと気になっているシーンっていうか、はあったりしますかね。まあロンドンじゃないですか。やっぱりロンドン。うん。この前も来たけど、エズラ、コレクティブとか、ああいう人たちが。はいはい、あ、大阪、そうそう、大阪見に行ったんですよ。ありがとうございます。いや当日ね。そうそう、当日。あ、当日だったんですか？当日新幹線で、そのまま行って、そのままビルボード行って。その翌日からビルボードライブが停止になったんですね。そうそうそう。次の日東京でやる予定だった。あ、次の日東京がなくなったから。まあそう、中止になるだろうって話になるだろう。で、取材があったんで、そうそう、取材飛ぶかもしれませんみたいな話をしたら、今日はあるんですかって言われて、うん、今日はありますけど、5、6時間後ですよみたいな。でも行ったと。なるほど。じゃあ見に行って、はい、楽屋で挨拶して、明日やるかやらないかわかんないけど、はい、明日やらないんだったらなんかスカイプとかでもいいからやるみたいな話をしに行こうかなっていうのも含めてって感じだけど。はいはい、まあでも一回見てみたかったって感じですね。うん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 、で、やっぱね、イギリスとアメリカはね、の比較って面白いんですよ。だから、アフリカから、さ、黒人を連れてきて、はい、まあ最初カリブ海に、ハイチとかにさ、送るわけじゃん。はい、そうですね。奴隷としてその後連れて行くわけじゃないですか。そうですね。で、そっからアメリカに奴隷を送る
ってたり、で、イギリスってそんなにさ、奴隷いなかったんだよね。っていうのもあって、で、あとは、割ともう最初の頃から、一旦カリブに送ったのもそのままアメリカにガンガン送り込んでたから、はいはい、アメリカにいる人たちって割とアフリカからすげえ長い旅を経て送り込まれた人だったけど、うんうん、イギリスにいた人は結構植民地にしてたから、カリブ海を、はい。そこに、それなりに住んで、それなりにそこでのこう、はいはいはい、文化を形成した人が、その後移住した人とかが多いから、ほう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 、またちょっと違うっていうか、アフロアメリカンと、UK、アフリカンっていうか、UK ブラックって全然違うんですよね、カルチャーが。だからそれも面白くて、はい、でその違いが、そのまま音楽に出てるし、で、ジャズってアメリカで生まれたものだから、はい、アフリカ人も別にジャズできるわけじゃないし、カリブ海の人もジャズできるわけじゃないから、はいはいはい、黒人が移動してくるルーツの中にさ、ジャズ一個もないんだよ。アメリカのジャズが後から輸入されて、はいはいはい、イギリスに入ってるから。なるほど。あ、そっかそっか。イギリス人にとってジャズは洋楽なんですよ。なるほど。そうそう。イギリスにとってアメリカの音楽が洋楽で、ある種の憧れでもあったみたいな部分で、同じ英語圏で同じように白人と黒人がいるけど、うん、全然違う音楽になってるみたいなのがすごく如実に出てて、あのねじれはすげえ面白いと思う。ほら、ピーター・バラカンさんとかさ、はいはい、イギリス人じゃん、はい。もうなんか、アメリカに憧れてるイギリス人じゃん。あ, あんまりさ、イギリスのブラックカルチャー興味ないもんね、あの人ね。なくはないけど、はい、まあ、アメリカのブルースとかが好きな。まあ、全然やっぱ別物ですよね、うん、そこはね。まあまあね、アメリカのにと、イギリスにとっての洋楽って意味だと、まあロックンロールとかはもうまさにそうだから、うんうんうん、もちろんジャズもそうだし、はい、そうなんですよ。ポップミュージックがそもそも輸入文化なんですよね、イギリスって実はね。そうそう。半分ね、自国ので育んだカルチャーも当然あるんだけど、うん、アメリカから影響を受けて育まれたものでもあるから、そうそうそう。イギリスってそういう意味では、ヨーロッパの国だけど、フランスやドイツほどヨーロッパではないし、うん、そこの面白さがありますよね、やっぱ。英語だってのはやっぱでかいよね。うん、黒人に対するの立場、うん、黒人の立場みたいなものはアメリカと全然違ったから、そしてある種の憧れもあったから、うん、だからジミヘンが、アメリカでデビューしてないじゃないですか。イギリスでデビューしてるじゃない、うん、みたいな話とかが結構あるから、うん。で、その違いはやっぱジャズにも出てて。イギリスのジャズミュージシャンもアメリカのジャズミュージシャンの、はい、アメリカの音楽教育の体系とは全く別のカルチャーで育ってるから、はいはい、もう違う音楽と言っていいんじゃないかなと僕は思って。ててその、はい、新世代ジャズみたいなさ、はいはいはい、ジャズプラス今の音楽みたいな見方で見ると一緒だけど、はい、他に全く違うものとして見て、うん、その違いが何なのかをそれぞれ別々に考えた方が多分面白いかなと思って、今まであんまやってなかったけど、はい、なんかそう思ってからやるようになって、ロックでは特集をやってみたって感じ。はい、ああ、なるほど。このロックでの特集っていうのは、なんか後ろの方のロンドン行ったからどうのみたいな。つうかね、この前その、あ、はいはいはい、エズラのフェミコレオソ、うん、ドラマーのインタビューしたんだけど、うん、ドラマーの先生とか、彼にとってのとか、彼が憧れてたプレイヤー、あとユセフ・デイズを別件でインタビューしたんだけど、うん、はいはいはい、もうね、出てくるドラマの名前がね、ジャズじゃねえんだわ。先生がね。もう全然ジャズじゃないの。うんうんうん、でも、聞くと、ああ、なるほどって感じなの。ここを参考にしてんだなってのはよくわかるってこと？そう。あ、ただ、一応クリス・デイブとかは好きっていう感じだから、でももちろんトニー・ウィリアムズのエルヴィンなの聞いてるんだけど、そういう意味ではもう本当に全く別のカルチャーっていうか、ジャズっていう名前になってるけど別の音楽だと思う。さっき言ってた、ジャズの演奏のマナーみたいなものが完璧にインストールされてるってことがアメリカのジャズミュージシャンの条件だとしたら、うん、イギリスは絶対そうではないですよね。そうね。ジャズ演奏できるかどうかわかんないもんね。いわゆるスタンダードジャズ。まあ、やるだろうけど、うん、なんかそこを、こう、一定以上のレベルで、インストールされてるっ
ていうことは、アメリカのジャズミュージシャンほどシビアに要求されない感じはすごい。そうですね、うん。うん。だと思う。うん、でもジャズだって本人たちも思ってるし、言われてもいるってところが面白いところかもしれないですね。うん。で、まあジャズだと思うしね。うん。うんうん、ジャズという名前がついてる別の音楽。だけど、まあ、どっから来てるかといえばアメリカのジャズだろうから。うんうんうん。みたいな感じが。うん。うん。すごく面白いと思う。あ、ニューチャプターって感じ。まあ、そうね。イギリスの、そのジャズの中のニューチャプターではあると思う。うんうんうん。そうですね、ニューチャプター。和訳したら新章でいいんですかね。うん、新しい章。新章ってことですよね。うん、タイトルを俺が考えたわけでもないし、編集者が考えてもなくて。あ、そうだったんですか。誰が考えてるかもわかんないっていう。まあ曖昧にな、そこが曖昧になってる。適当に誰かが会議で出して、はい、誰も誰が出したか覚えてない。もうこの名前が一人歩きしても。なぎやさんこれもう6年続けてきて6冊目じゃないですか。いいタイトルでしたよね。って思う。そうなんだよね。あの、ジャンル、最初は、要はジャンル名なのかどうかっていう議論があったじゃないですか。うん、ジャズ・ザ・ニューチャプターはジャンル名なのかどうかっていう。うんうんうん、で、まあ、ジャンル名として捉えると、あの、その、中に入ってるアーティストが多彩すぎて、あの、まとまりがないから失敗してるみたいな話も言ってる人もいたんですよ。そうそう、うん、でも、ここまで続けてくると、やっぱり21世紀の今のジャズミュージシャンたちの、まあ今いるステージみたいなものを取り上げていくっていう雑誌のあり方にぴったりだなっていうところまでなんか来たような感じしますよね。うん、そうね、うん。結構ジャンル名だって言いたい人がやっぱ多くて。てかまあジャンル名つけてもらった方が楽じゃないですか。うん、まあ正直、はい。なんだけど、あの、かたくなにジャンル名じゃねえって言い続けてて、うんうんうん、ジャンル名つけないって言い続けてて、うんうんうん、なんかただの本の名前だからってずっと言ってんすけど。なるほど。たまにジャンル名っぽく扱われてると、普通に俺リプライ飛ばす時あるから。ブログ記事とかであると、あの、ちょっとジャンル名じゃないんだ。証明だみたいな。あ、そうなんや。そうそう。だからなんか、でもそれが良かった気はするね、うんうんうん。そういうやり方じゃないと、ここまで広くクラシックっぽいものからヒップホップまで扱えなかったと思うから、うんうん、なんか一見違う場所にいるけど、まあ、もう同じ地平にいるから、うんうんうん、別に扱うことは全然不自然ではないって感じだから、うんうん、最初の頃はでも結構、あの、ヒップホップっぽいものだけ扱った方が売れるとかね、いろいろ言われたけどね。確かに。そうなんですね。でも多分それだけやってたら、もう積んでるだろうね。うん。いや、そうだと思います。うん。だから日本でに、ヒップホップを、どうやってみんな、その、雑誌の表紙とかね、とか取り上げるにしたっても、なんか日本のヒップホップやラップを取り上げるときって、うん、ケンドリック・ラマーがまず最初に取り上げられ、その次にチャンス・ザ・ラッパーが取り上げられ、みたいな感じで、うん、あの僕、まず言っとかないといけないのは、僕結構ラップを聞く割合が多いんですね。なるほど。うん。で、普段もいろいろ聞いてるんですけど、うん、特にラップは。で、ケンドリック・ラマーももちろん聞きますし、チャンス・ザ・ラッパーも聞きますし、まあ、売れてるし、聞いてるって感じで、うん、で、よく取り上げられるんですけど、で、ケンドリック・ラマーが表紙の雑誌であったりだとか、チャンス・ザ・ラッパーが表紙の雑誌であったりとかっていうのはよく見るんですけど、俺今まで絶対トラビス・スコットが表紙になってるようなやつ、見たことないし、これからもあるんかって、俺はうっすらなんか、ドレイクがね、あの表紙になるとかね、で、今、若いラッパーもまた、どんどん出しますけど、そう、ケンドリック・ラマーやチャンス・ザ・ラッパーがこんだけ注目されて、いや、もちろん売れてますし、うん、けど、トラビス・スコットも同等か、あるいはそれ以上に売れているけど、取り上げられなかった。だからそのさっきのそのヒップホップを取り上げて売れるっていう、その始める当初、ヒップホップを扱うと売れるっていう話を聞いたときに、うん、あ、そう、どういう認識、その時ヒップホップに対してどういう認識をね、うんうん、いや、そのヒップホップすごい限られたとこなんじゃねって、今僕はちょっとダークな心が開いてしまったんですけど。確かに、まあね。うんうんうん、ちなみに今回このジャズ・ザ・ニューチャプターは、なぎらさんの監修ってもうこの背拍子ってことで、監修っていうふうになってますけど、うん、この監修するにあたって、こういうことをしたいとか、まあ、逆に、これ、ジャズ・ザ・ニューチャプターを作るにあたって、これ、こういう感じには絶対したくないとか、っていう、うん、その強い気持ちみたいなのはありますか？そうね。あの、まあ、基本的には、今までやってきたことの延長で、今面白い人を扱うっていう感じで、うんうん、でも、あの、ずっと取材してるんですよ。うんうんうん。で、まあ、ずっと考えてるんで、はい。あの、じゃあ、7こうしようみたいなのも多分あんまなくて、6もそうだけど、う
続けてる中で溜まってったらだんだん見えてくるっていうか、はいはいはい、感じだと思う。で、うん、まあその中で特に面白いことをした人、例えばクリスチャン・スコットとか、はい、ジェイコブ・コリアとか、はい、シャ・ソールとか、うん、まあそういう人が出てきたら、まあその人を前にしてやろうみたいな。うんうん、まあプラス監修者だから何やってもいいから、うん、アンソニー・ブラックストンってインフリジャズ系の人が好きな、はい、フリージャズじゃないんだけど、はい、あのジャズの人の特集みたいなものが後ろに4ページあるんだけど、うん、もうそれは別に、あの、そんな、たくさん読まれなくてもいいし、話題にもなんなくてもいいけど、はい、まあ、俺がやりたいっていう感じでできるって感じですかね。で、まあ、やりたくないことは、基本的にはジャズからあんまり離れないようにはしてるかな。うんうん、なんか、あとはまあ、売れてるけどつまんないものがあんま載せないとか、まあ、そういうのはあるよ。あとまあ、基本的に海外の情報っていうか、はい、アメリカのジャズの情報が中心なので、あの、ビジネス上、本当は日本人のジャズミュージシャンをたくさん増やしたりした方が広告も取れるし。今回取り上げ、この6でも取り上げてるのは。日本人ゼロだよね。ゼロですよね。海外ですよね、すべて。日本人は割と、なんか海外のシーンとコネクトしてて、あの、その中でもやっぱ特別に面白かったら出すって感じかな。だから、狭間美穂とか、はいはいはい、とか、ああいう人は出すけどって感じかな。なるほど。申し訳ない。すべては読んでないんですけど、うん、あの、ジェイコブ・コリアのインタビューとか僕は結構楽しく読みました。で、実際聞いてたんですけど、ハーモニーが、ムーンリバーね。はい、ムーンリバーの、そのハーモニーを、そのキーを上げていって下げていってっていう、この変わる、時、キーが変わる時の快感っていうか、うん、新しい場所に行くみたいな快感があって、うまいこと言語化された感じがすごい僕は、そのムーンリバーを聞いた時の気持ちよさってどう、なんでこんな気持ちいいやろっていう、あ、そういうことかと、キーが変わるし、この瞬間に気持ちよさを感じてたやん、俺はって、自分なりに気づけて、僕は楽しかったですし。なんか、何やりたかったかをやっぱこう、したいっすよね。そうですね。教えてもらいたいっていうか、そういう欲望はあるから、割とそういうことをそのまま聞いてる本っすよね。なぎらさんのノートに後書きを、長い後書きをこの間出してたじゃないですか。で、あれ読んでても、ああ、なるほどなと思ったんですけど、今回、文章が、あの、コラムは別として、ほぼなぎらさん書いてますよね。割とこう、この手の、ディスクガイドとかも含めて全部だから、割とこういう、いうタイプの音楽史としては珍しい作り方。そうね。うん、で、その分誤植が多いけどね。書いてあったけど、パーソナルな感じがすごいあるのが、うん、僕的には6の一番面白いところで、はいはい、で、かつ、きっかけになったフェス、マイアミの、うん、が、の写真とかが多分、で、しかもそれが実際本を作る入り口でもあったっていうことも、うん、その後書きに書いてあったんですけど、なんか、気候文っぽいっていうか、全体的にこう、旅をしてる中で、できた本みたいな、感覚があるんですよね。うん、そこが、いわゆる音楽雑誌の作りとか、感触からするとかなり異色で、そうね。うん、だから、割とこう、1とかから振り返ると、すごく、いい意味ですけど、変わった本だなって思う。すごく、もうすごく面白い。その意味でもすごく面白いなと思います。なんかだんだん自分の、あの、分量を増やしてるんですけど、うん、その分誤植がどんどん増えてる。笑ってる場合じゃねえんだよ。まあ、造反するから、造反するときの次のやつは、できるだけ直すんですけど、結構それはね、あんま聞かれてないから喋るけど、あのね、メッセージがいろいろあって、まず一つは、結構ディスクガイドって世の中にいっぱいあるんですけど、一つ一つのディスクガイドがあるだけっていう本がやっぱ多くて、なんかそれって、ただ集まってるだけで、そっから読者が何を読み解くかっていうのもあるんだけど、それにしても、もうちょっとその編集意図で浮かび上がらせた方がいいんじゃないかなっていうのはずっと思ってて、で、多分なんか雑誌みたいなものがあんまり面白くないって思われるようになったのは、短い文章の存在意義が薄いことっていうのはある。詰め草っていうかね、あるだけっていうふうに。そうそう。なんかまあ、そういうもんだからやってるっていう感じあるじゃない、うん、で、まあ、うん、たくさん紹介したいからそういうことをやるみたいな。うん、でもそうじゃない意味をちょっと考えてみたかったっていうのは一つあるかな。だから、ラテンの
とか UK のディスクが集まってるページとかあるんですけど、そこは多分まとめて読むと、うん、それぞれの違いがすごいわかる気がする。全部俺の視点だから。そうですよね。うん、まあ、ディスクガイドをパッと開けたページを見たんですけど、この片側、このページ、全部そのコラムの文章の中にキューバって文字が出てくるんですよね。そうそう、うん。で、違う国の時は違う国の名前いっぱい出てくるし、うんうん、トリニダードとか、はいはいはい、ハイチとか、はい、別の人が書くと多分そうじゃない視点で。うん、になっちゃうからっていうのもあって、やめたっつうのは一応あるかな。あとなんかね、あとこれはもう完全にメディア側の話になるんだけど、はいはい、まあ本ってもう売れなくなってるじゃないですか。で、音楽の本って売れなくなってるじゃないですか。で、雑誌も、うん。で、最近の作り方としては、とにかくたくさん参加してもらうっていう、共犯者を増やすっていう、で、帯に有名人のコメントがいっぱいついてて、はいはいはい、で、まあ有名人との対談があって、みたいな作りで、はい、中にもいっぱい作り、はい。で、みんなで盛り上げていきましょうみたいなのあるんだけど、でもそれ内容関係なくねって思う時があって、うんうんうん、そうじゃないやり方をしないと、音楽メディアってやばいんじゃないっていう気持ちがあって、うんうんうん、なるほど、仲間を減らすっていうのが実はコンセプトとしてあって、で、まあ、ただ人を減らすだけだとあれだから、はい、とりあえず俺より面白いこと書けるやつ以外は使わないで、やってみようっていうか、はいはいはい、自分より足が速いやつしかいないみたいな本でいいかなと思って、うんうんうん、そういう作りにしてみたっていうのはあるね。あとはね、結構今までは、ジャズ書けるライター自体がいないっていう、うん、で、メディアもわからないっていう話がずっとあって、はいはい、だからとりあえずおじさんに頼むっていう、うんうんうん、これまでやってる人に頼むっていうのがあったから、うんうんうん、そうじゃない人を一応こういるかもよって感じの人に書かせてみるっていう感じにしてみたんだけど、うんうんうん、なんかそれをやったらただそれをみんなが使うだけになって、はい、なるほど、そうそう、だから別に俺はなんか何か保証したわけではないんだが、はい、なんとなくみんながそれを使うだけっていう感じになってしまい。はい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 。なんかそれも良くないなと思って、なるほど。もうちょっと考えた方がいいんじゃないかなと思ったのもあり、そういう、あとまあそれなりにこう続いてきて、はいはい。多分、その日本の音楽メディアの中では、なんか立場みたいなのも多分あるから、変な意味がつくのも、はい。なんとなく感じていたので、はいはいはい。とりあえずチャレンジ枠をなくした。なるほど。うん。なるほど。みたいなのはあるかな。これを作ってる。作り始めた最初の段階で決めたんですか？そうしようってのは。そうね。うん。かなり早い段階。当然ね、自分が書く分量増えるから、作業的には大変になると思うんですけど。レビュー増えるとね。うん。レビューが一番大変だから。レビューだけで何本入ってます？だって110本ぐらいじゃない？うん。でもね、5の時から実は考えてた。あ、そうなんだ。で、徐々に減らそうとは思ってた。いや、そのスタイルは、ある種の、まあ、このか、そのスタイルとしては最初の完成形って感じの本でもある。そうね。まあ、5がね、結構うまくいったから、うん、それよりこう、面白いことをするにはどうしたらいいかっていう、うん。なるほど。のもあるかも。あとね、結構そういう感想が多かったのよ。自分で書けば、みたいな。ああ。いや、ね、お前ら簡単に言うな、みたいな。時間ねえんだぞ、みたいな。なるほど。そうそう。すげえ褒めてくれてるアマゾンのレビューでさ、なぎらさんが書いてるレビューはこれですみたいなの書かれてて、うん、ここはすごい良かったとか書かれてんだけど、うん、いやー、これもすげえ、もっといっぱい書けって感じなんだろうなと思って。あー、なるほど。すげえ嬉しいけど嫌なこと書くなと思って。なるほどね。確かに。もう、あれですか、セブンの取材とかっていうのもなんか考えたいとか。まあ、エズラもそうだからね。あ、そうですよね。そうそう。一応進めてはいいけど。そうだね。いつになるか、まだもちろん、この6が出た段階でこんなこと言うのもあれですけど。だから今、書く人も探してるけど、うん、ちょっと違う探し方をしてる。なるほど。そうそう。みたいなのはある。結構そういうメディア的な視点の実験みたいなのも、いろいろやってる本ですよね。そうそう。うん、1がそれなりに売れたし、ずっとそれなりに売れていて、で、読者もついてて、うん、ちゃんとした内容にさえすれば、で、自分でさ、多分8割5分か9割コントロールしてれば、うんうん、まあそんな
ダメになることはないだろうから、うんうんうん、最低限のクオリティは、うん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 、それ以上にのところでなんかね、プラスアルファでそういう本とか雑誌とか編集とかなんかそういうコンセプトを入れたいのはあるね。新しい音楽媒体のあり方みたいな。うんうん、そうですね。なんか1って結構こう状況から必要とされた本でもあったじゃないですか、うん、要はつまりロバート・グラスパーみたいな人がまだまだ聞かれてないっていうことをもっとプッシュしたいというか、うん、フックアップしたいんだっていうことがまあ明確に前書きとかにも書いてあったと思うんですけど、でそこから6までやってきて今こう役割意識みたいなのってどんな風にこう今捉えてます？そうね、1は本当とりあえず知ってもらうのと、基本的に途中までは自分がこう何らかのガイドラインみたいなものとマッピングをきちんとして出せば、うん、それを参考に他のライターとかメディアも特集とか作れるから、はい、まあ変なものはできないだろうっていう、うんうん、なんかその二次資料か一次資料かわかんないけど、そういうものを作りたいみたいなのはあって、でまあ結果的にそれでジャズの記事ってすげえ作りやすくなったと思うんですよ、うんうんうん、みたいな役目がずっとあって、でまあ一ぐらいのことだったら割とみんなできるようになって、だから、うん、そういう役目はもういいかなっていうのは一つあって、うん、あとは、これ多分後書きとかにも書いたかもしれないけど、うん、海外のメディアをさ、もういくらでも読めるようになったじゃないですか。うんうん、はい、うん。そうですね。で、まあ、Google 翻訳でとりあえず読めるじゃないですか。まあ、ある程度。そうそう、うん。ってなったら、我々っていうか、その、作る側としては、うん、あれも競合なんですよ、うん。だから、我々のライブは普通にピッチフォークだし、うん、NME だし、うん、ローリングストーンだし、うん、海外のね、はい、みたいな話になるし、まあ、はい、さらに言うならニューヨークタイムズとかワシントンポストの記事みたいのが、競合相手なわけですよ、はいはいはい。ってなると、なんか、本当に読者が欲しいものって、うん、多分そのレベルのものだから、うん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 、そのレベルのものに、するにはどうしたらいいかっていうのって、あんまり多分日本のメディアって考えてないと思うの、うんうん、現状、うん。それをどちらかというと、なんか翻訳するっていうか、海外。完全に弊社はやってますね。まあ、ビルボードは、まあ、ビルボードはビルボードの日本版だから、ビルボードの記事を翻訳しないとダメだむしろ無視しないといけないんでね。うん、そうそう。はい、なんか、それ以上のことを、うん、やって、本当に新しい評論ってなんだろうみたいな。うんうん、音楽評論の、うん。日本とかじゃなくて、世界的に新しいことってどういうことをやったらできるのかみたいなことを、うん、多分、示すっていうのが一つテーマとしてはあるね。うんうんうん、最初はね、俺のライバルはレッドブルだと思ってたんだけど。ああ、そうか。マガジンのそうそう、レッドブル。なんかミュージックアカデミーの記事。あれはやっぱすごいよくできてたし。確かに。あのぐらいのことがやりたいって思ってたけど、レッドブル終わっちゃったから。うん。終わってしまったのはどういう理由とか分かってるんですか？それはレッドブルが多分、ゲームとか X スポーツにお金を出したいかなっていう。音楽多分意外と回収できねえなっていう。ああ、そうだったんですか。なんか、割とアンダーグラウンドな方にね。そうそうそう。サポートしててすごい良かったんだけど、うん、なくなっちゃったから。うんうんうん、いい記事は結構上がってましたよね。うん。あれね、確かに、うん。そう。だから、まあ今はタイムスとかかな。ニューヨークタイムスみたいなものに貼れるものが作りたいっていう感じですかね、うん。なるほど。セブンは。わかりました。ちょっとね、時間がもうそろそろなくなってくる頃なんで、はい、ちょっと最後に、はい、まあせっかくなんで、はい、まあ、ビルボードといえばね、ビルボードジャパンホット100、うん、ビルボードのジャパンホット100っていう総合ソングスチャートをね、うん、毎週このポッドキャストでソングチャートの話を基本的に軸として話をさせていただいてるんですけど、だからちょっとせっかくその話も少しだけ、はい、ラストね、本当ラストなんで、はい、したいなとはちょっと思ってるんですけど、そもそも総合ソングスチャートをご覧になってますか？チャート全然見てないですね。そうですね。昔は見てた。昔。いやー、昔も見てない。テレビでカウントダウン TV とかやってれば見るぐらいの。ああ、そういう。それぐらい。割とこう、なぎださん、中学生ぐらいとか。あ、そうね。あ、まあその頃はさすがにね。うんうん。それはでもほら、そういうチャートがテレビにあったから。あ、まあ、テレビから。自然に環境的に見てたっていう。そうそう。今、
なんかそれ、その情報取りに行かないと取れないじゃないですか。確かに。だから今は、ヒゲダンとか、その、米津玄師とか、星野源とかが、すげえ売れてるとか、すげえ流行ってるみたいな記事が出ると、その記事のタイトルからそうなんだなって思う。アメリカのチャートとかも別に見ないですか？そうね、アメリカのチャートもあんま見ないね。俺は Apple Music 使ってるんですけど、メインは。Apple Music のそういうプレイリストはたまにちょろっと見るんですけど、なんか目的がないと見ないっすね。例えば、グライムってどこで聞かれてんだろうみたいなのを、韓国のそういう、ヘビープレイチャートみたいなの見て、やっぱイギリスの旧植民地でしか聞かれてねえ、みたいな。確認するとか、なるほど。アメリカのチャート全然入ってねえ、みたいな。イギリスの旧植民地の中でも、トラップがやたら多い島があって、これ何なんだろう、みたいなとかは、まあ見るけど。J-HAS とかですか？くらいって。ちょっと違うか。まあ、ストームジーとか、ね。ストームジーか、そう。そうそう。来日公演が延期になってしまいました。そうそう。せっかくチケットを買ったのに。あ、買ったんだ。もう買った、まあ、買いました。これも行きたかったけど。まあ、はい。まあそういう目的かな。日本、でもなんかね、実はニューチャプターもそうなんですけど、はい、僕、あんまりメディアから情報を得なくて、うん、一番はね、ミュージシャンのツイッター、フェイスブック、インスタ。ミュージシャンがいいって言ってるものか、はい、ミュージシャンが、俺が参加したとか、はい、友達が参加してるとか言ってシェアしてるやつとか、うんうんうん、そういうのが多いっすね。いや、僕もそういう生活をしたいです。できるはずなんですけど、なんかね、その、ミュージシャンとか音楽の作品そのものについて話す機会っていうのは、なんか、そんなに活発になってない感じを僕は肌感覚で感じてる、うん。まあそうですね。それよりも、こうだから、ヒットしたとか、うん、もう必ず、もうビルボードである以上、ヒットチャートを作っているという会社である以上、うん、そのヒットに関することをね、いろいろ書いていかないといけないわけで、ヒットの法則をね。ヒットの法則みたいなものを、僕はヒットの法則あるんかどうか未だに分かってないんですけど、そういうね、そのマーケティングとかそういう話について語られるカンファレンスとかもいっぱいあるし、うん、ビルボードジャパンもそういうのをやってたりはするんですけど、でもそういうのをやってる反面、いやもっと作品そのものとかアーティストそのものの話をしたいし、見たいし、そうですね、読みたいなっていう気持ちはもう本当日に日に高まってきてる。いやだから本当この雑誌じゃない、ムックマンは本当にね、ありがたい。こういう本を他のジャンルとかでもいろいろ読んでいきたいな、うん、見たい。知りたいっていう気持ちがちょっと高まってます。なんかでも、僕中村佳穂さんとか全然売れる前に見たんだけど、それも友達のバンドと対バンしてて、はい、タムタム吉田洋平わかんないけど。はいはいはい。で、君島大空。あ、はいはいはい。もう、なんか石若とサクルルっていうカフェで、はい、の何周年みたいな時のイベントで弾き語りやってて、はいはい、なんかいい声の子がいるね、みたいな。はい、そういう。なるほど。で結構そういうので全部知ってったというか、エルムホイ、うん、俺エルムホイってなんか菅大郎さんの企画かなんかの時に、なんか、多分ベルベットさんのお手伝いしてる女の子みたいな、で歌も歌ってるんですみたいな。結構そんなんばっかり。だから、なんか調べてないけど、はい、好きなミュージシャンの周りにいる人は、まあ、面白いんだろうな。ああ、そうですね。僕も大学時代、京都のその小さいとこでしたけど、その、クラブメトロっていう、クラブ兼ライブ、まあ、ライブをするようなとこありましたけど、僕の好きなアーティストが出てるイベントには、バンド以外にも DJ がいて、他のバンドも出てみたいな。で、タイムテーブルで朝、夜の10時、11時から朝の5時までやってるみたいなイベントがあって、で、そのバンドを目当てに行くけど、まあ、他のバンドも DJ もいるわけで、そしたら、他のバンドの、あ、こういうバンドがいるんだ、っていう入り口から始まって、とか、あの DJ がこういう曲のつなぎをしてるみたいな、そう、こう、いや、ほんまマジでそっから、まずは知っていってた。でしょ？いや、そういう、いや、そういう大学生活でした、僕は。俺もだから、キングヌーって全然、なんか別に熱心に聞いてるわけじゃないけど、はい、キングヌーの前のバンドあるじゃん。サルバビンチみたいな名前の。常田さんがやってるやつ。あれも、俺ね、CD 出て、多分ね、出て速攻買ったのよ。キングヌーの前？そうそう、キングヌーの前身で、前身ですよ。ドラマーが石若で。はいはいはい。石若志乃さんですね。で、誰かに、なんかこういうバンドがいて、つって、音源、YouTube なんか送られてきて、行ったらよくて、俺タワルコ行って買ったよ。へぇー。家のどこかにあるよ。
だから、なんかその人がキングヌーになって売れたみたいな話になった時に、へーって思った。はいはいはい。みたいな感じで、ほら、追っかけてなくても全然、入ってくるっていうか、うんうんうん。キングヌーのだからベースの新井さんとか、うん、はい。なんかどっかで会ったことあったりするんだけど、はいはいはい。へぇ、この人情熱大陸とか出るんだ、みたいな。そういう感じ。なるほど。そういうわけですけど。でもそんなもんだよね。うん。まあそうですね。だそれのアメリカ版。アメリカ版。うん。今やってることも。そうそう。なるほど。だから、こう、アーティストの紹介で俺はやってるよ。そうだね。確かに。そういう機能も、ここには、うん。ジャズニューチャプターでは機能していると。そうそう。うんうん、なるほど。わかりました。ありがとうございます。もう一度繰り返しますけど、このジャズニューチャプター6は、まあ、書店であったりとか、まあ、EC サイトでも、はい。まあ、販売はされてますし、さっきちらっと言いましたけど、増刷？増刷します。わかりました。というわけでですね、ちょっと、もう、なんか、書店で立ち読みとかでもペラペラ見ててもなんかいろいろ文章があって写真が豊富で、なんか見てても楽しいと思いますしね。あの、一度。別に図書館にリクエストしてくれてもいい。あ、そういうこともできるんか。そうそう、図書館って。うん。うん。あ、じゃあ、無料で。そう、図書館に1から6までリクエストしてくれて。嬉しいけど。そうです、そしたらね、あの、無料でね、お金を。元図書館員なんで。あ、そうなんですか。そうそう。もう。図書館で働いてたんで。図書館好きなんで。図書館に置いてほしい。ああ、そうなんですね。図書館に置いてもらうのが一番の目標ですもんね。そう、基本的にあの、なぜ俺が出版物にこだわっているかは、国会図書館に置かれるっていうことが一番大事なことだと思っているから。あ、そうだったんですね。一回、二回ほど行ったことありますけど、国会図書館を。そう、あそこか。資料に。資料に。資料に なるってことが目的。うんうんうん。なので、うん、あの、ぜひ。確かに。そうですね。はい。わかりました。では皆さん、ぜひね、あの、目をお手に取っていただければと思います。はい。というわけでですね、もう時間になってきましたので、この辺で、終了させていただきたいと思います。またぜひね、機会があれば、また出ていただければと思います。はい。ありがとうございます。よろしく。セブンの時にね。セブンの時にね。そうだ、俺ビルボード話そうと思ってたんだ。あのね、クリス・デイブのね、1の時のインタビュービルボードなんだよね。はい、ああ、そうですね。で、あれ多分、あの、クリス・デイブってインタビュー嫌いで、インタビューほとんど受けてくれなくて、はい、それ以降も対面のインタビューって、俺がたまたまやった一本以外国内で受けてないし、はいはいはい、海外でもほとんど受けてないんだけど、はい、それがビルボード。あ、そうだったんですね。非常に縁深いですね。そうそう。結構ビルボードのやったインタビューあるんで、はい、これからもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。引き続き今後ともよろしくお願いいたします。はい、では、ビルボードポッドキャストでございました。ゲストは、なぎらみつさかさんと、ビルボードの、佐藤でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。